寒いんですけど、すっきりはしたので、これでいい年が迎えられればと思ってます。1年の終わりに、まあ、去年も草食でみそぎやらせてもらったんですけども、やっぱり1年の反省というか、忘年会とか反省とかっていろいろあるんですけど、まあ、そういう一つの年末にみそぎをするっていうのがこう、ね、年中自分の中で毎年の1年の締めの行事に定着 して今後も行きたいなと思ってます。経験してるんで大丈夫だろうとは思ったんですけども、予想以上に冷たくて、あ、これ、まあ、無事終わってこれで汚れも落として新年を迎えられると思います。今回は、うん、昨年ね、みそぎの、うん、復活というあれだったんですけど、はい、今年は1年間日田道会でみそぎ場の整備を、はい、やりまして、やっぱり鳥居がついてね、はい、また新たな気持ちでみそぎができたかなと思いますね。これが一つの草社宮の風物詩ではないですけど、はい、年の瀬のみそぎというのが、はい、恒例になってくればいいなと思い、うん、やりました。白い屋根に宮柱ふとしき立て。